みなさん、こんにちは。もう覚えてくれましたよね。私はデジタルモーション株式会社の公式キャラクター、デジモちゃんです。デジモちゃんまでが名前になりますので、よろしくお願いします。前回、前々回とデジモちゃんを動かすための準備をしてきました。第3回目となる今回は、いよいよ実際に皆さんにお披露目するための作業に入っていきます。ぜひとも最後までご視聴よろしくお願いいたします。さて、皆さんが普段目にしている 3D モデルにはどのようなものがあるでしょうか。ロボット、恐竜、宇宙人などなど、人間の想像力の豊かさには驚かされてしまいますね。そうして作成された 3D モデルを皆さんの元に届けるには、いくつかの方法があります。 YouTube などの動画配信も一つの方法ですし、 VR チャットなどのソーシャル VR アプリもあります。ここでは基本的な動画制作の方法を紹介していきたいと思います。動画を制作することになったら、まずは収録する内容を決める会議を開きます。ですが、デジタルモーションの会議は命がけです。ルフィ、アンキ、何でもありのバトルロワイヤルを開催して、自分の企画を通すために同士の血で血を争う戦いだ。はあ、ケンケンガクガクの議論の末に動画の内容を決めたら、シナリオライターに脚本の発注をします。シナリオライターが内容に沿った脚本を作成したら、音声収録をします。収録した音声は動画仕様のための加工を施した後に、映像と合わせることで動画を作成していきます。こうして音声の準備を整えている間に、モーション収録を進めていきましょう。近年、 3D モーション収録の需要は格段に増えてきました。比較的リーズナブルな収録機器の登場によって、大規模な予算を使えるハイエンド志向のゲームのみならず、インディーズ作品の制作者たちにも手が届くところまで来たおかげだと思われます。実際、フェイスだけの収録であれば iPhone のカメラを使用したシステムも存在するくらいです。ですが、大人数でのダンスモーションや激しい動きのモーションを収録するとなると、現状本格的な設備を整えたモーションスタジオでの収録が必要になるケースが多いかと思われます。デジタルモーションは大手スタジオでも採用されているオプティトラックを導入しました。これにより高品質なモーションを収録することが可能です。そのオプティトラックですが、収録前にキャリブレーションと呼ばれる調整をしなければならないのですが、その一連の作業の中に、アンテナのような棒をモーションキャプチャーの範囲内で振り回す作業があります。その作業があたかも魔術の儀式のように見えるので、オプティトラックの収録現場では儀式と呼ばれてるみたいです。しかもこの棒の正式名称もキャリブレーションワンドって言うんですよ。モーション収録はまず光の反射を抑える特殊な素材のモーションキャプチャースーツに着替えます。次に光を反射する反射マーカーをつけます。そのスーツを着たモーションアクターが複数のモーション収録専用カメラに囲まれた範囲内で演技することによって収録が行われます。反射マーカーをつける位置は決まっているので、オプティトラック専用のモーティブ
というソフトで確認しながらつけていきます。モーションアクターがスーツを着用して準備ができたら、いよいよモーション収録を進めていきます。今私がしているこの動き、これもデジタルモーションのオプティトラックで収録したものです。いかがですか？結構いい動きしてると思いませんか？収録したデータはほとんどの場合はそのままでは実際の動画に使用することができません。これはモーションアクターのちょっとしたミスやカメラの死角に入ることによって発生する座標のズレなど、収録中に不可抗力で発生するノイズの修正が必須だからです。モーティブは収録したモーションの調整もできますので、モーティブ上で大まかに修正をした後はオートデスク社のモーションビルダーというモーション作成ツールで細かい調整を施します。不必要なノイズを取り除き、だんだんと人間らしい動きになっていくと自然とテンションも上がっていきます。モーションの修正が終わったら、そのモーションデータをユニティ上で私のモデルにアタッチすることでモーションが反映されます。あー、私が動いてますよ。ほら、見てください。ユニティ上でモーションをムービーファイルにしたら、次は動画編集ソフトを使って実際に配信するための動画作成に入ります。動画編集ソフトは各社から多種多様な製品が出ています。メジャーなソフトには開発メーカーはもとよりサードパーティーからも優秀なプラグインが多数リリースされていて、よりクオリティの高い動画の作成やより効率的な動画作成環境の構築が可能です。デジタルモーションはそういう観点から主にアドビ社のプレミアおよびアフターエフェクトを使用しています。こうした動画編集ソフトで字幕を挿入したり画面エフェクトを入れ込んで徐々に皆様にお届けする動画に仕上げていきます。例えばこんな感じで字幕を入れたり、こんな派手な画面動画もドドーンと入れちゃったりもできるんですよ。こうして様々な人が協力して出来上がったデジモちゃんの動画、いかがでしたか？動画を見た感想などもコメント欄にいっぱい書いてもらえるととっても嬉しいです。本日は最後まで見てくれてありがとうございました。これからもデジタルモーション株式会社を何卒よろしくお願いいたします。それではまた別の機会にお会いしましょう。